今からはスケジュール始めます。はい、うん、お、これ얼굴뭔가막いこ。バッテリーが切れそう。はい、すぐ終わります。頭が ください。お茶漬けください。よろしくお願いします。お願いします。時刻ははい2時19分になったところですね。 FM 大阪から私谷口京子が生放送でお送りしておりますラブフラップサーズデーです。この時間にスペシャルゲストが来てくださいました。あゆさんです。こんにちは。こんにちは、あゆです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。スペシャルゲストはあゆさんでした。マンデーアフタヌーンを聞きながらお別れです。どうもありがとうございました。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 
大阪に久しぶりに来ましたけど、あ、大阪とやってやったらどうしたら一番残るのは何ですか？俺ね、ライブやんないから私はたこ焼きですけど。あ、たこ焼き、あ、そういうことね。マダムシンコとたこ焼きですけど、あー、今日は全然食べられないでなかったでしょ。それで本当に悲しいですね。なんか大阪を完璧に楽しんじゃ楽しめないまま、うん、それで悲しいです。今日ちょっと食べればいいじゃないですか。あ、ダイエット中ですから。ダイエット中なんですね、はい。今本当にバッテリーが頭がどんどんおかしくなっていますけど、あ、けど皆さんの顔を見てちょっと気持ちが本当にアップしました。けどペコペコはペコペコですね皆さんは本当に羨ましいですね。毎日たこ焼きとマダムシンコと近くに住んでいますから本当に、あ、私が次に大阪にもったしもう来たら必ずたこ焼き食べるつもりですから、はい、必ず戻ってきますか、はい、必ず戻るつもりですよ全然もちろん皆さんの顔を見に今バッテリーがどんどんニオムがどんどん多くなる、はい、でも去って大阪が好きですの理由は一番は皆さん、はい、二番がたこ焼きおちょっととにかく大阪が好きです、はい、もう갑자기急に小学生みたいでしょ5分前には本当に日本語が上手になりましたけど、今は本当小学生みたい、言葉だけ力がないですよね今こうたこ焼きだけになっちゃったんだね、頭が始まった情けないですね、今本当にすみません。でも大阪が好き、はい。なので、次回は、次にね、また大阪に来るときにはぜひ今度はね、こう歌のステージをやりたいというふうに、はい、もちろんです。セイもセイ、うん、セイそれもう一回練習して終わりにしましょうか。あ、ちょっと、そうです。そうしましょう。いきますよ、もう、遠慮なしでもうですね、まだこう外出たら暑いですから、今のうちにこうバッテリーをですね、セイに、はい、込めていただいて、はい、期待しています。忘れていたなのに、セイ、あー、よくなったよくなったもう終了終わったらもう出すよ、はい、頑張りました。昨日テストはあったんですけど、それもあゆのために頑張って頑張りました。俳優仲間です。俳優を進めてハマって一緒に応援しています。歌がなんか耳に残る、やっぱもうやっぱ一番もうほんまに可愛いって感じ。声とかその曲の雰囲気とかそのすごい好きだし、なんかゆうってダンスとかもオーディションで蹴ってないし、すごい可愛いし、もう憧れです。まあ楽しかったです、ありがとうございます。これからも頑張ってください、ずっと応援しています。ラヒオ、兵庫県ですね、はい、親子ですね、娘です、はい、私です。あ、お父さんが先に、はい、うん、ドラマとか見て一緒に見てて、ファンになった感じです、はい、あ、もうなんか一緒の空間に入れただけで幸せです、はい、楽しかったです。これからも、まあ、ドラマの方もで日本での活動もいっぱいしてほしいですね。これからも頑張ってください。
ございました。